黄金帝石碑黄金帝とは、愛知県西尾市吉良町にある江戸時代に作られた堤防のことである。もともとは、小金帝という漢字が当てられていた。伝承から別名、和与帝と呼ばれ、現在は桜の名所となっている吉良町指定史跡。この包みがある一帯は、増水の度に、隣半上流の広田川、隅川から流れ込む水により、 洪水が起こり水路もたびたび変わるという泥沼地帯であった。そのためその南にあるキラ地区は洪水が起こると田畑や火災が流される心配があり、流れを矢作古川に合流させるように鎧が縁の上流に長さ180メートル、高さ4メートルの包みが築かれた。水が漏れないように粘土が使用されるなど、現在の技術から見ても優れたものであるとされる。 伝承の中には1686年に、キラ・義仲が水田地帯の住民を救うべく、資材を投じて、領民の力を結集し人よにして築堤されたというものがある。この包みで、キラ八千国が水害から守られ、金色の稲穂型を彩るようになったことから、黄金堤と呼ばれるようになったとされる。もっとも義仲が、現在の黄金堤を築堤したとする、同時代資料は、 現在までのところ確認されていない。実際には、当時の三河におけるキラ氏の所領は三つの戸別になっており、その所領も旧河村合わせて三千二百国未満であった。立地から見て、実際に黄金帝の恩恵を受けであるお地域はさらに限定され、旧キラ領の岡山村と、隣領の瀬戸村との境界付近のごく一部のみであったと考えられる。 黄金帝の名称に関しても、その存在の証言は、明治17年の瀬戸村製枚図であり、仮に江戸期に構築されていたとしても、吉中の地跡として裏付けるものは何もなく、1991年に行われた愛知県埋蔵文化財センターによる発掘調査によっても、キラ・吉中の築帝という伝承を支持する、年代感は得られず、その両国政策については伝承のみとされた。 当時のキラ家は、吉中の浪費により、財政的に困窮していた状態であり、事業内の開発費用を捻出するのも相当、困難な状況であったことがわかっている。伝承の中には、よく読むとそうした状況が反映されているという見方がある。前述の逸話も、キラ家が動員させた領民についた地分の退化しか、払われなかったために、数予定と呼ばれるようになったという話があり、 本来領主であるキラシが負担するべき、神殿開発などの資料武神に対して、領民に過度の負担を強いていた様子が見て取れるという。その一方で吉中の時代に、現在の黄金亭付近にあった鎧池で実際に、神殿開発が試みられ、それにより争いが起こった記録がある。この開発は、強引に進められたらしく、漢文10年に、 キラリと隣リとの間で葬儀に発展した、三河大館であった鳥山牛之助によって開発した田畑は切り捨てることという理裁定が下され、この神殿は後世に伝わっていない。また、西尾市には古くから吉中が築堤した堤防により、西尾藩領民が水害の被害を受け、藩主であった土井都市が苦しむ西尾藩領民を助けるために二重堤防を、 築堤したという逸話が残っているが、これは現在の黄金帝ではなく、この破棄された新田開発の影響によるものとみられる。吉中が黄金帝を作ったという逸話は、こうした経緯や理の逸話に着想を得て創作されたものと考えられる。その後の鎧池での神殿開発は、キラ氏の海域を待たなくてはならなかった。聖徳元年になってから、 池の南側約3分の1が開発され、尾崎、新田村が成立し、明治以降になって排水路が整備されてようやく池全体が水田化されることになる。キラ・ヨシナカが黄金亭を作り地域の発展に寄与したとする一連の伝説は、大正期に起こった地元検証の運動に伴って広がったとされ、特に1932年に設立されたキラ公史跡保存会が刊行した。 郷土市見特本や、キラヨシナカ港外伝が、その源流と考えられており、近年では、このヨシナカの伝承が、積極的に観光資源として、地域で取り上げられている。ありがとうございます。